株式会社フォーラメイト解析支援グループの松山と申します。私の方からはですね、UC1 FEM セミナーということで、解析ソフトのですね、事例ですとか、機能についてご説明させていただきたいと思います。まず、全然こちらですね、大きく分けて5つの項目についてご説明させていただきます。まずナショナルレジリエンスデザインアワードということで、ナルダのご紹介をさせていただきます。フォーラメイトではですね、国土強靭化への取り組みといたしまして、国土強靭化に資する具体的な事例と成果をですね、一堂に集めまして、情報提供ですとか技術検査の人の集まりになることを願って、毎年ナルダを開催させていただいております。昨年で第6回が開催されました。そちらはですね、受賞作品の方をいくつかご紹介させていただきます。先ほどちょっとご紹介あったんですけれども、昨年のグランプリはですね、秋田県立大学さん、鉄骨構造の簡易計測技術に関する、作品になります。鉄骨構造で、使用されるこういう接合方法なんですけれども、主に溶接ですとかボルトでの、締結っていうのが一般的になります。でこの溶接部というのは非常に構造物の弱点になりまして、熱ですとかそういうものによって、是正的に破壊が生じる箇所になります。でこちらその検査方法というのは基本的にその目視検査等が主に中心になってくるなってきます。で設計の観点から言いますと、この建築のそういう巨大構造物について、巨大な地震が起こった場合というのは、ある程度こう破壊するというか損傷は許すんですけれども、倒壊しないような、設計というのが求められまして、求められておりまして、こういう溶接部分のようなその税制的な破壊する場所というのが非常に重要になってまいります。で、こういった大地震の時においてもですね、鉄骨構造 の健全性というものを守るために、自立型のですね、極限センサー、ピエド極限センサーというのがあるんですけれども、こちらを使ってですね、長期的にこうモニタリングしながら、できるシステムの方をですね、構築することを目的としまして、これがその、破壊 の, その変形量とかそういったものを、計測することができるようになってまして、そういったものとその解析のシミュレーションですね、を実施して、いろいろこうシステム的なものを検討された事例になります。こちらのピエゾ極限センサーなんですけれども、通常のものと何が違うかといいますと、基本的にこれ自立してますので、特に電源っていうのは必要としません。このセンサーだけでちょっと計測とか、そういったものを、大きく変形するときにこう計測するっていうようなものになってまして、そういったものになります。で今回はこういった T 字型のですね、教師体に対して、このセンサーを使って、計測したものと、あとこういった解析、こちらエンジニアスタジオを使っているんですけれども、骨組み解析を使って、シミュレーションした、事例を比較されております。でこれが荷重変異の曲線になるんですけれども、ちょうど体力がこの辺になるんですけれども、こちらが大体8割ぐらいの時に1回目のセンサーがこう計測できてまして、ちょうどもう一つ2回目がちょうどこう荷重が下がってくる、ちょうど 体力がピークのところですね。こちらでもこうセンサーが、出力できているということで、そういった溶接部の、破壊っていうのをきちんと計測できているっていう、ものと ともにですね、解析のシミュレーションにおきましても、右側にありますように、この実験と解析の結果が、きちんとある程度ですね、荷重と比例関係であって求められたということで、まとめられている作品でございます。で、次がですね、準グランプリの作品になりますよね。こちらはFTEC様のですね、産地河川における洪水氾濫解析に関する作品になります。現在ですね、いろいろ全国で水害のハザードマップの見直しですとか作成が進められているんですけれども、現在 その作成の手引きというものは主にこう大規模な河川というものを対象としたものが多くてですね、今回こちら対象が流域が小さい産地河川ですね、
を、対象にしたんです、してるされてるんですけれども、まあ、そういったものを、の氾濫解析、氾濫浸水の解析を行うにあたって、その、まあ、再現性が乏しいというところに、着目されまして、この氾濫水の動的な挙動をですね、ソフトを使ってシミュレーションされた事例になります。で、この地形データ自体は国土地理院から出てます、あの 5メートルメッシュの標高データを使いまして、それぞれ、洪水のハイドログラフを与えて、解析が実施されております。で、まあ、結果としましては、まあ、こういった形で最大の浸水深ですとか、まあ、最大の流速分布、そういったものが、得られるような形になっております。あと時刻歴のですね、その浸水深の状況ですとか、そういったものも確認できるようになっています。これが一水してからですね、各時刻ごとの、浸水域の、まあ、時刻歴の結果をアニメーションで、表示されているものになります。でこういった水位現象の理論っていうのはある程度こう確立されているものになってまして、今どちらかというとそのこういうモデリングする精度ですね、それが非常に重要になってきています。で現在この計測技術っていうのは非常に優れてきておりますので、まあ、そういったものをこう、うまく利用することで、精度よりこういったシミュレーションがですね、簡単に行えるようになってまして、まあ、今回はそういった計測精度の良いものをですね、すみません、使うことによってかなり正確にシミュレーションできたという結果になっております。で、まあ、アウトプットにつきましてはこういった動画の方をですね、作成することによりまして、まあ、見える化ということでまとめられています。まあ、今回この河川の、対象ではですね、ちょっと見ていただくとすぐこう最大の浸水深に達するこの赤いところはそうなんですけれども、浸水に達するようなものでございまして、まあ、こういったものを利用してですね、まあ、避難場所ですとか、避難時期、避難ルートの、まあ、防災計画の反映とかですね、そういったものに、まあ、役立っていけるのではないかということでまとめられている作品でございます。であとですね、その他の審査員特別賞といたしまして、支障の反力の設計のものですとか、あとマルチハザードの事例ですね、あとはこちらの方は九州のユーザー様にも非常に多くの方にご応募いただいておりまして、昨年九州土木設計コンサルタント様の方で、まあ、テーマの地盤解析の方が、まあ、審査員の、賞を受賞されております。まあ、それ以外も JR 九州コンサルタント様で実施された、まあ、近接影響検討の解析事例ですとか、あとは名村造船所様の方で、ちょっと面白いな仮説方法の検証ということで、構造解析を使ってですね、行われた事例なんかを、がございました。今年もですね、第7回が開催されますので、ぜひ皆さんご応募いただければと思います。で、フォーラメントの方ではですね、国土強靭化設計支援ソリューションということで、まあ、いろんな分野に対してですね、まあ、防災ですとか減災対策、まあ、それにとってまあ災害に強い国土づくりを支援するための製品開発ですとか、あと合わせて支援サービスというものをご提供させていただいております。で、国交省様が推進される、建設生産性革命であります、アイコンストラクションにもですね、いち早く対応しておりまして、まあ、ビムシムですとか、そういったものを広く、活用可能となっております。で、ここからはですね、UC1 設計シリーズですとか、各プログラムの方を簡単にご紹介させていただきたいと思います。まず、UC1 設計シリーズですね、こちらは既に設計等でご利用いただいている方も多いかと思いますけれども、まあ、橋梁上工家具工のですね、まあ、各種構造物の設計プログラムになりまして、まあ、簡単なツリー形式で入力できて、まあ、設計検査書まで作成できるというものになります。で、まあ、いくつか例を紹介いたしますと、まあ、コンクリート上部構の製品になります UC ブリッジですとか、設計する震度算出震度算出、鉄筋コンクリートの株構を設計できる正しい株構の設計ですとか、あと基礎の設計なんかがございます。あとは、まあ、設計計算としましては、まあ、そのまま、まあ、成果としてご利用いただけるような内容になっておりますし、あとはその設計データから図面作成ということで、2次元の 2D 図面を、連動している、製品が、製品名に製品、その設計という名前が称されているものにつきましては、2D の図面まで、作成できるものになります。
あと 3D 背景、というものが、称されるものにつきましては、3D 背景シミュレーションを行うことが可能になってまして、設計計算を行ったですね、そのデータから、まあ、このこういった 3次元のですね、背景情報というのが生成されてきて、例えば敵の干渉チェック、そういったもので、ご利用できるようになっています。というのは、VIM ですとか、SIM、AI コンストラクトといったものをですね、サポート、できるような形になっております。で昨年ですね、新しい、シリーズとして、UC1 クラウド自動設計シリーズのですね、初版ということで、ボックスカルバートの製品をリリースいたしました。こちらはですね、インストールが基本的に不要になってます。不要な、まあ、ウェブアプリケーションになっておりまして、まあ、PC とか、タブレットとかですね、スマートフォンの端末などで、まあ、といった、まあ、いろんな異なる端末ですとか、OS で、まあ、誰でも、手軽にですね、利用することが可能になっております。あと最小限の入力で簡単にですね、常時から、こちらレベル2の受信時の、外部設計までが可能になっております。でちょっと実際に、ソフトの方をですね、ご覧いただきたいと思います。こちらが、ボクスカルバートの、その、製品なんですけれども、ウェブアプリの方で、簡単にですね、入力することができまして、自動設計機能というものをサポートしております。で、まあ、基本的に形状とか、材料それを入れていただければ、自動的に、中で、それ、調査を満足するような、設計というのが行われまして、結果として出力されてくるという機能でございます。もともと通常のボックスカルバートの製品というものは常時だけこういった自動設計といいますか、に対してたんですけれども、こちらのクラウドの自動設計シリーズの方では常時だけではなくてレベル2まで、そういった自動設計というものを、サポートしております。で、クラウド上でですね、データの共有というのができますので、詳細設計用のですね、データを、エクスポートすれば、まあ、通常のボックスカルバートの製品の方で取り込んで、詳細設計ですとか先ほどちょっと見ていただいた 3D の背景シミュレーション、そういったものが可能になります。で、なります。で、今後一応両壁の設計ソフトをリリースする予定になっております。で、ここからはですね、続いてですね、ジオエンジニアズスタジオのご紹介をさせていただきます。こちらは地盤に連動したですね、土木構造物の断層性地盤解析が可能な、フォラメトが自社開発した、有限要素 FEM 解析プログラムになります。で、現在ですではですね、防腐剤の非線形特性ですとか、あと地盤の断層性、液状化による自重変形解析にも対応しております。で、従来製品に比べまして、まあ、格段に高速化が図られておりまして、ジオフィス2でという従来製品があるんですけれども、まあ、そちらのデータとの互換性も持っている製品でございます。で、適用事例といたしましては、地盤の応力変形解析になりますので、まあ、土留めの掘削の影響、解析をはじめとする、まあ、近接影響検討ですね、そういったものですとか、あとはトンネル施工ですとか、トンネルの、周辺の地盤影響、周辺地盤影響検討、まあ、そういったもので、お使いいただくことが可能です。最近ですと、河川の液状化の検討の方にも対応いたしましたので、地重変形解析にも対応することが可能です。で、あと、応答振動法の方にも対応することができるようになっています。これはちょっと応答振動法の事例の方をご紹介させていただきたいと思います。応答振動法というのは、まあ、こちら前にありますように、まあ、地中構造物が、まあ、周辺地盤で、支持される状態を、直接モデル化できる、手法として、まあ、最近ですと、令和元年7月に、改定されました、設計要領第2週のですね、カルバート建設編の、地震時の検討を行う手法として、適用が、まあ、近年増加しているということで、新しく記載された、計算手法になります。で、ジオエンジニアスタジオで解析した結果がこちらになるんですけれども、ちょっと実際にソフトの方をですね、ご覧いただきたいと思います。で、こちらがボックスカルバートをモデル化している、同じように地中構造物を
と、自分はモデル化しているモデルになるんですけれども、オグスタ・レバートは、針要素ですね、これ B というのは針要素なんですけど、あとクイですね、クイも針要素でモデル化してまして、あと自分は、ソリッド要素といいますか、ソリッド要素でモデル化している事例になります。で、針の非線形ということで、今回こちらでバイリニアという構成則が追加されました。こちら材料パラメーターの方で、一応その1次勾配と2次勾配ということで、構成が低減するバイリニア型の、非線形モデルというものを行うことができるようになっております。で、実際の解析結果なんですけれども、これが今針の断面力図を表していまして、こういった形で各部材の断面力が出てまいります。でこれもちろん数値出力もできるようになってまして、画面上でですね、その対象を選んでいただくと、選んだところに対する断面力が、出てまいります。でこれはテキストですとか、そういったものに出力することができますので、出力していただいて、ここから、あとは、断面計算の方にですね、持っていっていただいて、調査を実行していただければ、こういった形で OKNG の結果が出るというような、一連の、利用が可能になっております。で一応今後の予定といたしましては、厚密連成解析ですね、そちらへの対応を予定しております。で続いてがですね、ヘムリーグのご紹介をさせていただきます。ヘムリーグはですね、設計者が手軽に現場でも解析が行えるシステムということで、そういったコンセプトでですね、開発された FEM 解析ソフトになります。で、解析範囲はですね、線形解析、断面解析になるんですけれども、ソリッド要素が使えますので、複雑なモデルの応力解析、そういったもので、主に、利用されるケースが非常に多いです。こういった各構造物の接合部の応力解析とかですね、そういったもので非常にこう有効といいますか、効果を発揮する解析ソフトになります。で、あとこういった非常に入力が汎用性がありまして、パラメトリックに入力していただければ、こういった3次元の 3D メッシュっていうのが、簡単に作成できたりとかですね、あとはパッチで自動的にこういったコンターとか、グラフとか、そういったものを自動的にこう作成する処理、そういったものも、実行することができます。で、こういったですね、機能を利用した、事例といたしまして、東日本旅客鉄道様の、JRE ビーム推進への取り組みというものがございます。こちらはですね、生産性向上ということで、設計施工のデータをですね、共用のデータサーバーを介して、調査計画段階から維持管理まで一貫した情報のやり取りを行う、取り組みになります。で、部材にですね、いろんなこういった属性が与えられた、3D のモデルですね、ちょっと左がランダー鏡の例がありますけれども、こういった、属性が与えられた、3D モデルを、成果物とすることをですね、検討されておりまして、その一環として、このランダー鏡を対象にしてですね、その 3D モデルを読み込んで、自動メッシュを切って、計算をして、解析するっていうような、ものを、行われた事例になります。で、データとしましては、STL 形式というものを、使って、行われております。で、結果の比較としましては、この自動的に、計算されてきたモデルと、3次元の骨組みモデルですね、そちらとの結果を比較されておりまして、こういった EUA 応力の結果になるんですけれども、ほぼほぼですね、一致する結果となっているということです。で、こんな形でですね、ビームシムで用いられるですね、 3D のモデルをですね、そのまま解析モデルとして、利用する、そういった解析の方でも活用法というのがございます。で、続いてはですね、震災対策ソリューションのご紹介をさせていただきます。ポーラメントの方ではですね、この3次元の VR シミュレーションソフト、UCMロードを中心とするですね、各種災害対策ソリューションをご提供させていただいております。近年、土石流とか津波とか災害問題になっているとかと思うんですけれども、そういったさまざまな災害対策で利用することが可能となっております。で、まず土石流なんですけれども、近年非常に多発しているということで、こちら、土石流解析のソフトというものをご提供させていただいてまして、京都大学の解析エンジンを利用しております。
実際にちょっと事例の方をご覧いただきたいと思いますけども、もうこちらは第16回 VR シミュレーションコンテストの三井共同建設コンサルタント様の事例になります。まあ、将来ですね、起こり得る地球温暖化による土砂災害の予測ですとか、降雨予測を元にしたですね、ハザードマップの作成などの、まあ、様々な情報をですね、一般の方にいかに分かりやすく伝えるかというものを、着眼されて、そのために 3DVR 化して、活用された事例になります。まあ、こういった形でですね、災害 その危険箇所というのを 3D で可視化してですね、まあ、色分けすることによって、まあ、警戒範囲もですね、分かりやすく表現されているものになります。あと土石流のですね、シミュレーションというものも行われておりまして、こちらの砂防園庭ありとですね、なしの結果というものを比較したのがこちらになるんですけれども、まあ、園庭なしの場合は、土石流が壁まで達するに対しまして、園庭ありの場合は、まあ、土石流をですね、こうきちんと食い止めてくれることが、こういった 3DVR 空間上で、確認することができますし、あとその有効性ですね、そういったものも確認することができます。こちらは今度は津波の方なんですけれども、こちらの津波のですね、データを、3次元 VR 化したものになりまして、こちら第15回の 3DVR コンテストの秋田県産業技術センター秋田大学様のデータになります。まあ、津波襲来がですね、危惧される地域におきまして、まあ、どのように避難、迅速避難すべきかを学習できる避難教育システムを目指して 3DVR を活用された事例になります。秋田市のですね、津波浸水域の街並みをこういう形で VR 化しまして、津波解析結果をもとにですね、浸水範囲を示しまして、まあ、津波がどこから、どのような勢いで流れてくるかを知ってもらうとともにですね、まあ、住民の方に迅速な避難行動ですとか、避難誘導に移行させる、まあ、教育シミュレーションシステムとして、活用された事例でございます。こういった形でですね、いろんな解析ソフトの結果と 3DVR とソフトを組み合わせることで、まあ、様々な対策、災害対策ですとか、まあ、そういったもので活用が可能となっております。でここからはですね、3次元の骨組み構造解析ソフトのエンジニアルスタジオの最新情報等をですね、ご紹介させていただきます。エンジニアルスタジオの方はですね、フォーラメトロンが社会した3次元構造物の解析のソフトの方になります。でこれまで2009年初版がリリースされまして、現在バージョン9ということで、今リリースされている状況でございます。で最近の機能を簡単にご紹介させていただくと、簡易調査ということで、このソフトの中で断面調査が行うことができたりですとか、あとこういった歪みの、結果ですね、応力分布、そういったものを、ダメネクを、まあ、ちょっと入力するだけでですね、こういった調査結果というものが、確認することができるようになっております。あとこういった MNS 相関図ですとか、あとバージョン8の方ではですね、偏差歪み第二不変量、正規類化歪みエネルギーの算出ということで、対応しております。こちらはですね、土木学会 のコンクリート標準司法書にですね、非線形流用の素法による調査として規定されている、応力や歪みを用いた、調査手法になるんですけれども、そちらに、バージョン8で対応している形になります。あとはこちら NG 部材の赤表示ですとか、あとバージョン9ではですね、64ビットに対応しておりまして、まあ、これまでメモリの制限とかで、計算できなかったり出力できなかったような、大規模なモデル、そういったものにも、対応が可能となっております。あとは断面調査に関する入力の簡素化、そういったものが行えるような形になっています。で今バージョン10というものを開発しておりまして、バージョン10ではですね、主に磁力変動を考慮した、MFI 要素、MC 対応素に、対応を予定しております。適用事例といたしましては、まあ、ラーメン構造ということで、こういったラーメン鏡とかですね、ラーメン吸脚が、まあ、主になってくるんですけれども、まあ、こういったラーメン鏡とかラーメン吸脚って水平量かかると柱と針がつながってますので、それぞれ磁力変動が、針も柱も起きます。でまあ、それをですね、
考慮した M 波要素とか MC 波要素の解析に対応してほしいというご要望が非常に多くてですね、現在開発中でございます。まあ、ソフトの処理を、まあ、簡単にご紹介させていただくと、あらかじめこう断面からですね、各実力に応じたこういった特性値を用意しておきまして、またこれは 2500kN ごとにこういった骨格を用意しているんですけれども、あとこういった骨格を準備しておいて、各ステップから得られた確率ですとか軸力から最終的なこの骨格を1個に決めて、まあ、解析をするというような、処理を、今開発しているところでございます。で、これを利用すると、まあ、軸力変動をですね、考慮した、確率の小差と組み合わせることで、まあ、厳密にした軸力変動を考慮した、解析および、小差に対応することが、できます。ここからはですね、UC1 設計プログラムとのデータ連携についてご紹介させていただきます。エンジニアスタジオの方ですね、いろんな UC1 設計ソフトとの、解析部でも使われておりまして、さまざまなソフトとデータ連携が可能となっております。こちらから先ほどちょっとご紹介させていただいた M リーグとの連携になるんですけれども、こちらではそれぞれ共通している要素につきまして、要素ですとか荷重ですとか、そういったものは相互にデータが連携することができるようになっています。例えばこれどういうのに使えるかといいますと、全体系の解析で非常に得意してますので、こういったアーチ橋の全体構造解析っていうのをエンジニアスタジオで実施して、そこからデータを吐き出して FM リーグの方で局所的なこういったアーチの、そのアーチ構造の極動力解析ですね、そういったものを行うというような形で、もっと詳細な検討を FM リーグで行う、そういった利用ができるような形になっています。こちらは河川構造との重構造紐門との設計データの連携になるんですけれども、もともとレベル2の計算にはこのエンジニアスタジオのソルバーが、使っておりますので、このまま、ね、解析で用いたデータというものをエクスポートすることができるようになっております。あとこれちょっと少し特殊な形式になるんですけれども、基礎の3次元交換やり方のデータ連携になります。で、こちらもエンジニアスタジオのソルバーを使っておりまして、データエクスポートが可能になっております。で、多分私がこれ一から作ろうと思うと多分 2,3 週間ぐらいかかると思うんですけれども、このソフトのエクスポートでもボタン一つで、エクスポートすることができるようになっています。で、ちょっと簡単にソフトの方ですね、ご覧いただきたい。これが3次元交換材のプログ設計の方の、UC1 のプログラムになりまして、基本的にはこのエクスポートのところチェックさえ入れていただければ、あと計算実行時に自動的に、モデルがエクスポートされてまいります。でエクスポートされてきたモデルが、こちらのモデルになるんですけれども、まあ、こういった非常に複雑なモデルになってまして、こういったものをですね、UC1 データからモデル化、エクスポートすることができまして、こちらの UC1 ソフトの方では全体のこの詳細結果、それではもしくは確認できないんですけれども、こちらの、エンジニアスタジオのデータの方では、細かい、各、もっと詳細な変異量ですとか、断面力、そういったものが確認できますので、まあ、細部の検討ですとか、まあ、そういったもので、利用することが可能となっております。あと、共用の上部工法ですね、UC ブリッジのデータ連携になるんですけれども、まあ、UC ブリッジの方は、常時 L1、コンクリート上部工法の常時 L1 の、検討ができるソフトになるんですけれども、まあ、それをベースに、まあ、こういった共用全体系の、動的解析を行いたい場合に、まあ、データをエクスポートすることができるようになっております。で上部工法ってちょっと見たいですけど、非常にこうケーブルとか鉄筋っていうのがこう複雑にこう入り乱れて配置されてまして、でこのエクスポートを利用いたしますと、まあ、そういった背筋の情報とか、そういったものをそのままエクスポートすることができまして、あと動的解析に必要な初期断面力ですとか、そういったものもエクスポートすることができますので、まあ、入力の省力化ですとか、あと、まあ、常時 L1、L2、これは一気に連携してですね、操作を行ったり、まあ、そういったご利用方法、ご利用を行うことができます。で最後はですね、協力株価のデータ連携になります。こちらは橋脚の設計ですとか、ラーメン橋脚のソフト、そういったものの、から、まあ、そちらの保有体力法の詳細になるんですけれども、
そちらからまあデータエクスポートすることで、まあ、動的解析を行うことが可能となっております。で各単体でもできるんですけれども、このシネサイエンスを連携させまして、まあ、全体の共用モデルを作成していただきますと、全体系のこういったあのモデルがですね、エクスポートされてきまして、基本的にはそのまま計算チップを通していただくと、計算の流れで硝石とかが確認できる、まあ、そういった連携が可能でございます。こちらもちょっと実際にご覧いただきたいと思います。これがあの振動サイエンスということで、いろんなあの橋脚の設計ですとか、橋台の設計を組み合わせて、こういったあの全体系の、1、2、3、4、5景観ですね、5景観の橋梁、を、モデリングしたものになります。でこちらから、メニューから、データエクスポートを選んでいただいて、あとは地震度のタイプですとか、あと非線形の特性、を選んでいただいて、出力実行をすると、ちょっと名前変えますけれども、エクスポートが流れまして、これでもドット動的解析のモデルがエクスポートされてくるという状態でございます。でちょっと先にも実際計算したデータがございますので、先ほどまあ見ていただいた1、2、3、4、5景観の、データをそのまま計算して、ものになります。でこれで今調査結果を見ているんですけれども、今 NC の箇所ありますけれども、まあ、線量はこれ問題ないということで、まあ、残量変異も、問題ないただ変異調査で、NG という、これが先ほどちょっと NG 表示の NG 部材の表示ということで説明させていただいたんですけど、まあ、どこが NG かというのはこういった形で、確認することができますので、あとはあのもう一回モデルの方に戻っていただいて、あのこちらの方で直接鉄筋ケーブル変えたりですとか、そういった修正も加えることができますし、もしくは究極の設計に一回戻っていただいて、ちょっとあの編集加えていただいて、もう一度エクスポートし直してまた流す、そういった、データ連携が行われる。でこちら の, あの一番 の,、まあ、利用方法としまして、今、思っているのはですね、あの平成29年に道路橋司法書が改定されまして、まあ、この司法書大きく変わってますので、まあ、実際の運用というものは、その品質確保ということで、異なる設計手法を用いて、設計するというふうに、とされております。でこれあの当初設計と、詳細計算と呼ばれるものになってまして、当初計算を、詳細計算でチェックするというもので、まあ、いわゆるダブルチェックですね、というものになります。で、まあ、今のご紹介させていただいた動的解析につきましては、例えば、株高は弊社製品使っていただいている方が多いと思うので、まあ、同会は別の他社さん使っているという方がいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、そういった場合に、ダブルチェックをかけるときに、この、先ほど今見ていただいた、株高から動的解析のエクスポートモデル、それを使っていただくことで、まあ、簡単に調査計算が行えるような形になっておりますので、まあ、そういったもので、利用できるんじゃないかなというふうに考えております。で、最後になりますけれども、FEM 解析支援、技術サービスについてご紹介させていただきます。まあ、いろいろあのプログラムの販売と合わせまして、FEM 解析をはじめとした、各種解析シミュレーションに対する、エンジニアリングサービスの方をご提供させていただいております。で、一番多いのはですね、今ご紹介したエンジニアスタジオを使った、構造解析の支援サービスが一番多いですけれども、こちらにつきましては、まあ、いろんな橋梁、に限らずですね、河川ですとか、ボックスカルバスとトンネル、いろんなモデルがございます。モデルもあるし、事例もございます。で、あとはその内容に応じていろいろご選択いただくことが可能になってまして、まあ、モデル作成のみっていうものがございますし、あと結果整理まで、まあ、最終的に報告作成まで、まあ、それいずれもサポートしておりますので、それぞれまあ利用によってご選択いただけるような形になっています。ここからちょっと解析支援サービスの事例、まあ、についてご紹介させていただきます。まずはこちらドーキング橋脚ですね、の事例になります。でこちらあの2016年の熊本 の, あの地震で落橋する被害が生じたものになるんですけれども、もともとこのロッキングということで、まあ、こういった細い柱のですね、上下部がひじ構造になってまして、この左右の橋台が支承が壊れてしまうともうパタッと倒れてしまうような構造になっています。でこれに対して、この全体も5本の柱をもう丸々巻き立てて補強するっていう補強工法がありまして、それを、解析を行った事例になります。で、まあ、こちら解析結果になるんですけれども、まあ、こういった変形図とかですね、断面力図、損傷図が分かりやすく、3D モデルで確認することができるようになっています。
で、ここからが橋梁の補強設計の事例になるんですけれども、今高速道路が半世紀を過ぎまして、非常に老朽化が進んでいるということで、今大規模更新ですとか、修繕事業が大幅に実施されております。で、いろいろその中でも解析支援サービスですとか、あとこのエンジニアスタジオ、非常に多くの方にご利用いただいている状況でございます。で、その補強設計、のため施設の詳細はいろいろあるんですけれども、それにはいろんなモデル化っていうのがソフトに求められております。例えば可動支障であれば、摩擦を考慮したモデル化ですとか、あと支障の書き換えに伴う分散とか免震のモデル化、あとは補強につきましても、柱の巻き立てですね、コンクリートで巻くか、鋼板で巻くか、鉄製で巻くか、巻くか、あとはこれらを併用するか、そういったいろんなものがあるんですけれども、そういったものをですね、に対して、いろいろ、モデル化を組み合わせて、対応することができるようになっております。これは事例というか、実現証を考慮したモデル化ということで、桁衝突、落球防止を、モデリングした、事例になります。でこれ3つ、橋を用意してまして、これも可動固定、可動固定の2系板の橋なんですけれども、 A は何もないモデル、 B は、衝突だけ考慮したモデル、C が、衝突プラス落橋防止を、モデリングした、ものになっています。で、これらを、再生して、変異量を計算したものがこちらのデータになるんですけれども、最初ちょっとあまりわからないんですけど、だんだんこう、やっぱり衝突があることによって、変形量が、揺れ方が変わってまいります。この辺ぐらいまで一緒なんですが、この辺りでぐるっと押されたりとかですね、衝突、落橋防止が効いて、止めてくれたりとかです、そういった変形が出てまいります。ちょっとすみません、変形量で見ると分かりづらいかもしれないんですけれども、実際バネの応答値を見てみますと、これが、赤が衝突だけ、水色が衝突プラス落橋防止のモデルになるんですけれども、赤の衝突だけの場合はその衝突した瞬間に反対側にバーンとこう変異が大きくなるのに対しまして、落橋防止を入れますと、衝突した瞬間反対側にバーンと動くんですけれども、実は落橋防止が、効いてですね、変形を止めてくれるということで、こういった実現象をですね、考慮した解析なんかでも、エンジニアス上、ご利用いただいている、状況でございます。で、続いて地盤解析支援サービスになりますけれども、こちらは本日ご紹介させていただいたジオエンジェルスタジオをはじめまして、いろんな世界の浸透流解析ですとか、地滑り解析、そういったものもサポートしております。続いては津波、氾濫解析支援サービスになります。まずこちら氾濫解析の事例になるんですけれども、こちらはですね、これは都市部の氾濫解析を行った事例になるんですけれども、こういうのを用いまして、下水道のですね、暗渠の施設計画ですとか、これちょっとため池の決壊シミュレーション、そういったものに利用することができるようになっています。最初、この道路沿いに水位が上昇していった後に、各地で氾濫が発生している状況が確認できます。こういったものをシミュレーションで、シミュレーションできる。3DVR に取り込んだイメージになるんですけれども、こちらは、氾濫に至るですね、その工具の状況ですとか、あとは3DVR 空間上に表現していますので、これは地下のですね、その暗渠とか、いろんなものの埋設部の状況ですね、そういったものを、分かりやすく確認することができます。地獄域のその水位の状況とかですね、こういった形で、水がどんどん水位が上昇していって、そこから氾濫していく、そういったものをですね、視覚的に分かりやすく確認することができます。で、次がこれ津波の遡上シミュレーションになるんですけれども、これは防波堤がですね、あるケースを解析してまして、この防波堤があることによって、非常にこう波をこう穏やかにするというか、機能を抵抗してくれてですね、というのがこういった、すいません、ちょっと
すいません、こんな感じですね。申し訳ないです。こんな感じで、膨張系があることによって、その波を経由して止めてくれていますが、そういったものが、シミュレートされている事例になります。これを 3D の VR に取り込んだ事例がこちらになりまして、これは避難シミュレーション、津波シミュレーションを組み合わせるものです。これ最初は避難シミュレーションを行った結果を取り込んでいる状態なんです。人の避難の状況ですね。それを 3DVR 空間上に取り込んだ状態です。ここからは津波 その浸水域を可視化しているものになりまして、この津波のですね、氾濫推進情報、状況をですね、確認することによりまして、避難計画の策定ですとか、3D ハザードマップの、ですとか、そういったものに利用することが可能となっております。あと、続いてですね、エクソダススマートフォンや避難解析サービスということで、こちらはエクソダスというのはですね、東京消防庁に避難算定方法として認定されている避難解析のソフトになります。でスマートフォンで火災シミュレーションということで、こう煙 の建物内の、シミュレートですね、そういったものが行えるものになってまして、事例で言うとこれワールドトレードセンターの911の避難シミュレーション、そういったもので実際に利用されている事例がございます。それを取り込んで、こういった3次元の可視化、そういったものができるようなものになっております。で、その建物だけじゃなくてですね、今、アーバンエクソダスということで、建物から出た、これ大規模な、都市規模でですね、そういった、解析というのもできるようになってまして、建物外に逃げた後の、都市空間での、そういった解析、そういったものも現在できるようになっております。あと、いろいろ各種サービスにつきまして、ウェブ見積もりサービスでもご利用させていただいておりますので、ぜひ気軽にご利用いただければと思います。ちょっと最後、動画をお見せできないことなんですけれども、申し訳ございません。私からの説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。